さあ着いたよ宮ヶ瀬。いるのバイク絶対ないでしょ1台も。雨降ってるよ 雨降ってきてるからマジで。いんのお嬢、お嬢いんのかな。ちょうどヘルメット外そうとしてたら来ましたね。お嬢、お嬢到着です。R25 に乗ってるスミカちゃんですね。おはようございます。って言っても聞こえてない大丈夫、目の前で転ばないでよOK。 すみません遅れて。いや 今着いた服部牧場行ったことある？服部牧場ないです。なんじゃ、そっちにしようか、はい、めっちゃ近いから。あ、そうなんですか。うん、で服部牧場移動しよう、はい、でそこにもソフト売ってるから。うん、このまま行こうも、はい、このまま、okay. あ、尾行部つなぐ。あ、それ4、5? 5か。俺今日2個ついてんだよね、インカム。変態でしょ本当に2個ついてる、うん、変態なんだよ今日。尾行部起動、電池残量 80% 以上。ビーコムにフェアリング。来んのかなこれで。ビーコムやっとつながって、どう声。声まあ外から聞こえますけど、うん、やっぱこっちのですかね。あー、そっち側的には、こっち側的には、こっち側はね、そんなに変わんないかな。 B コムから入ってくる、うん、感じは。でも何、スミカちゃんの 5X は同じ B コムの 6X でつなぐよりかはセナとつないだ方が音が綺麗だと。なんかスイカだと、うん、あの人と話した時に下にザーザー音みたいなのが自然で、うんうんザーザー音がすごいノイズがすごい、同じメーカーなのに、はい、うん、声の裏にザーザー音がするから、セナ、うん、それないんで。セナがそれはないからクリアに聞こえる。うーん、もうダメだね絶対 B コムダメって。 B コムやっぱダメなのかな。じゃあなんかさ、 4X だったら6秒でさ、 5X だったら3秒2回とかさ、分かりづらいよね。分かりづらいですね、説明書持ち歩かないと。そうだよね、みんな説明書だってさ、一昨日も説明書みんな見てたもん、こうやってひたすら説明書見ながらやってたから。そうなんすよ。じゃあセナとつなごっか頑張ったけど、まあスミカちゃん的にはセナとつないだ方が綺麗だって言うから、そうしよう。はい、うん、じゃあちょっとこっち来て。ビーコム終了しますウケるな。こんにちは、インターコムペアリング設定メニュー、設定終了。ユニバーサルインターコムペアリング設定終了。ユニバーサルインターコムペアリング早いよね。早いねちょっぱやりつながるよねインターコムペアリングピロパーンみたいな即つながりだから本当。ただね、みんなセナに書いてもらおう。B コムは捨ててください早いよね、ほんと早い。南側の方が天気悪いんだよね今日ちょっと。だから奥多摩行ったことある？奥多摩行ったことないです。奥多摩行こっか。はい、いい？はい、はい、ちょっと奥多摩行こう。じゃあはい、はい、じゃあ奥多摩方面に行ったことないって言うから、
はい。うん。まだこっち来て、はい。どれぐらいだっけ？来月の10日で2ヶ月になります。来月の10日で2ヶ月か。なんかあれだよね、言葉にあれとかないんだよね、あんまり訛りね、宮城ぐらいだと。親と話してると全然ありますよ。あ、そうなんだ。私出身は岩手なんで、それに。訛るときは訛ります。隠してます。出さないように。はい、田舎者感出さないように。最初から私神奈川県民だからみたいなね、感じ出してね。そうですね。そうね。ナンバーめっちゃ仙台ですけどね。あ、未だにね。はい、変えないつもりで。ああ、そうなんだ。いるって。じゃあちょっと奥多摩行きましょう。はい。はい。じゃあ行きます。ちょっと待って。はい。はい、OK。はい。はい。荻野パン。寄りません。あのさ、ちょっとあんまりあれもかもしれないけどさ、荻野パンのパンってさ、普通のパンだよね。どう思う？パンはパンじゃない？揚げパン以外は。普通だよ、まずくないよ、全然美味しいけど、はい、どこのパン屋もこんなもんだろっていう。それ言っちゃいけないやつ。多分みんな分かってるけど、分かってる。そうか、なんか一応みんな行くから行ってみようかなっていう感じなのかな。うん、俺的には極めて普通のパンなんだよな。出来たてのパンみたいな。あ、うん。特別うんね、ここのパンっていう感じではないかな。今日何だよ、ディスりの旅なのかな。いろいろディスってこっか、今日はもう。じゃあ、ピーコムから始まって、おぎのパンって、うん、からおぎのパンはよ、実はみたいな、そうでもねえとか言って、普通のパンですよ、あれ、普通のパンだよってさ、ひどいな、騒ぐほどのもんじゃねえって、これ、右ね、はい。あ、そうか、スミカちゃんあれだよね、すり抜けできないんだよね。あ、はい、してます。え、すり抜けしてます。めちゃめちゃしてる。すり抜け最近してます。最近何、目覚めたの。だって、見ないです。うん、これ無理じゃないですか。もう、これ抜けないと話になんねえよ、みたいな。もう、待ってらんなかった。待ってらこっちの体になりつつあるね。意外と早かった。ぐっさんえげつないからね、あの弟はなっちゃん後ろに乗せてんのにさ。あ、これ左。あ、はい、ごめん、来れる。はい、はい。えげつないところをえげつないスピードでえげつなくすり抜けしていくからさ。いや、一応ついていくけどね。はい、一応ついていくはいくけどさ、はい、全く後ろ気にする素振りほぼ見せず突き進んでいくから、これでしょ、これぐらいなみたいな感じで。へぇー、うん、ベタンとアイロフさんとワッサンのスリングあれすごい痛かった。あー、天丼食べに行った時だな。天丼、うん、天丼食べて、同士行ってっていう流れだったかな。仕事だったんだもんね。うん、しょうがないよ、仕事はしょうがない。絶対見て、あ、いいなって絶対見て、ツイッチしたかったっつって。はい。なかなかいないよね、その白の R25。 そうですね、うん、お嬢カラーって言うんでしょ、だって。なんかみんなでスミカちゃんカラーとか
ライトさんとか言ってくれてます。お嬢カラー。お嬢カラー。スミカちゃんは怖いのとか大丈夫なの？幽霊とか。あ、幽霊系は強い。無理です。あ、無理なんだ。うん、はお化け屋敷とか絶対入れません絶対入れません。何が何でも入れません。あ、そう、なっちゃんと一緒に入ってきてよ。じゃあ2人してお昼寝上げて毎日出てきますよ。ダメダメ、じゃあやだ前に進まないやつだね、こうやって進まないよ、先行ってくださいよ。押し合い行っちゃうよ。押し合い行け行けっつって二、はい、人とも下向いたままだから、あの全然前に進めなくなっちゃうね、それじゃあ。いやー絶対行きたくない。絶対嫌だ。絶対嫌です。何が楽しくて怖い思いしに行かなきゃいけないんですか。至極真っ当な意見があるそれ。金縛りとかさ、そういったのはあったことあんの？ないですよ。あ、ないんだ。はい、これね、金縛りとか結構頻繁に合うんだよね。俺だいたい最初耳鳴りがするの。へぇ、キーンって、はい、で、その耳鳴りがね、まるで幽霊かのようにね、だんだん大きくなっていくんだよね。やめてーみたいな。もう、鳥肌。耳鳴りがさ、どんどん遠くからさ、近づいてくるかのようにだんだん大きくなってくるの。大丈夫。大きくなってきてさ、はい、その最終的にその耳鳴りが一番大きいところで体が動かなくなるみたいな。もう最悪だわって、はい、耳鳴り聞いちゃったよみたいな。耳鳴り聞いたらどうしようみたいな感じ。はい。そうだから、でもなんかどっかのあれで耳鳴りはなんか幽霊が近くにいるって聞いたことあるよ。なんか何それ、もう絶対耳鳴りしないで。もうこの先一生しないでほしい、耳鳴りみたいな。はい。ここ左、ちょっと分かりづらいけど、よいしょ、カフェ。お、ちょっと待って、定休日月曜日とか書いてある。マジか、絶対やってないよね。マジですか。ああ、そう、あの奥なんだよね。ああ、あの奥。じゃあ、はい、B プラン。B プラン。月曜日定休なの？もうなんか今日ついてねえな。ついてねえな。月曜日定休日か。そう、月曜定休だったね。ラーメン食べる？あ、ラーメン食べますか。もう、ふてラーメンしようか。ふてラーメン食べますか。うん、うん、奥多摩ピヨーン。はーい、いいよ、来ちゃって。はい、はい。カフェもダメ、ラーメンもダメってね、月曜日やってないじゃんっていうさ。マジで。中がいい？外がいい？中にしましょう。中、OK。じゃあ行きましょう。はい。横浜方面。横浜方面。結構走ってんね、なんだかんだ言って。そうですね。うん。OK です。OK です。はい。はい。行きます。どうだった、スミカちゃん、たまり場。あ、良かったよ。良かった？はい。良かったよね。はい。話も面白いしね。すごい、貴重な話ですね。店の前で猿撃った話がやっぱすごいよね。あれすごいね。あ4人お客さんいる前でバーンってやったらドン引きみたいな。あ、それは貴重ですよね。あ、まあ、そうだね。だって何？コッパみじんだって言ってたもんね。ねえ、体がね。おじゃー。
ああ、確かにね。なんかそのまんまの姿でパタッと押してくるんだったらあれだけどっつってね、三段だからもう何みんなぶっ飛んだっつってたもんね。なんか肉片がバラバラってそれは確かに女の子は泣いて男はあぜみたいなねあ、まあ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 そうなるわって感じあるよね。あと何、猿が拝むっていうね、あのエピソードね。母猿が何、子猿背負ってて、そう、銃を向けたら母猿がこっちを振り向いて、はい、手でこう擦るようなねアクションしてね、はい、勘弁してくれよみたいなね、はい、そんな仕草するんだね猿ってね。うん、撃てなかったって言ってたもんね、はい、うん、そうだよな、そりゃ確かに撃てねえわ、うん、子供背負ってるしね。猟犬の話とかもすごいよね。すごいです。1日前から餌あげないと、ね、そうそう、4日前ぐらいからもう餌あげないで、はい、イラつかせて、で猟行くときに、あの話すみたいなねもうガッサガサ追いかけますって言ってたもんね。すごいですよ ね、会見ってでかいもんね。あ、うん、もうやる気満々でやべえよみたいな。ああ、もう自分が取った獲物だからね。はい。うん。本当野生です。野生だね。すげえなー。いい話聞いたわー。はい。三段の弾は一発800円ぐらい？三段、はい。うん、でない、あの、ショットガンみたいな、でかいやつ一発3000円とか言ってたもんね。ね、あの、打ち抜けるやつが。はい。うん、やっぱで何、内臓とか当たっちゃうとやっぱ鹿肉ももうダメになっちゃうみたいね、臭くなっちゃうって、悪くなっちゃうからもう食べれないから、はい、山に返すよみたいな、はい、うん、場所によっては、はい、うん、山の中腹からだってあいつだって何十キロってあるから下ろしてくの大変だからね。すげえよ、すげえ話を聞いたよで思わず2時間ぐらいだよね、もう2時間ぐらいだよね普通に、はい、うん。じゃあ次は横浜のパフェだね。横浜のパフェ、まだまだ食うよ、まだまだ食います